はい、こんにちは。今日はダメな睡眠10選というタイトルで話をしていきます。どうでしょう皆さん、もうかなり暑くなってきて、だんだん寝苦しい夜っていうのがこう続いてきているんではないでしょうか。まあ中にはですね、やっぱり暑さに耐えきれずにクーラーをつけながら寝るっていう方もいらっしゃると思いますし、いやいやクーラーをつけながら寝るっていうのは体に悪いから扇風機とか窓を開けて我慢しようぜっていうような人たちもいるんですけど、究極ですね、クーラーをつけながら寝るっていうのは体に悪いかどうかって言ったら、それは普通に寝るのと比べたら体には悪いかもしれないですけど、ただ暑くて寝苦しい状態で寝るのとクーラーをかけながら寝るんだったら、圧倒的にクーラーをかけて寝た方がいいので、それはぜひですね、自分の体調を良くするためにもクーラーはかけて寝た方がいいというふうに思います。はい、まあ、そんな話はいいとしてですね、今日は巷でよく言われてるですね、欧米諸国で調べられた結果なので、日本人の皆さんからしたら、いやそれは悪いじゃんっていうのがもう分かりきってる内容も含まれての話にはなるんですけれども、巷ではいいというふうに思われている睡眠の中で、実はそれは科学的には良くないっていう結果が出ているものですよっていうのを紹介していきたいというふうに思います。要は間違った認識、嘘っていうものを正していく、今日はそんな話になります。ですので、ぜひですね、皆さんが中に、まあ、もしかしたらなんて言ったらいいんだろう、これってダメだったんだっていうものも中にあるかというふうに思いますんで、まあ、ぜひですね、それはちょっと直していただいて、で質のいい睡眠っていうのを取ってもらう、まあ、そんな準備をですね、今日、準備じゃない、そんなきっかけにですね、していただけたらというふうに思います。ということで、本日はですね、10個ということなので、もうパパッとやっていきます。はい、いつもの通り10分を超えないように今日はささっとですね、頑張っていきたいと思いますんで、ちょっと早口、まあ、普段から早口なんですけどになると思いますし、シュッとやっていくと思うんで、聞き逃したところはまた止めて戻してっていうのを繰り返して、聞いていただけたらと思います。ではやっていきましょう。まあ、ランキング形式の10位から1位に行きますね。でまずは10位です。10位は、夢を覚えているっていうのは、睡眠の質が高い証拠だ。これは嘘です。欧米では日本ではこれは夢を見る人ほど睡眠の質は低い、浅いとかって言われてるんで、我々からしたらそれは嘘だっていうのがパッと分かるんですけど、欧米では実は結構広がっている考え方らしくてですね、で人っていうのは実は一晩寝る中で4つか5つくらいですね、夢を見てると、4つから5つくらいの夢を見ているというところなんですけど、なんで似たようなのか、まあ、それはいいとして、で中途覚醒、まあ、夢を見ているというのは結局は途中で起きているという状態なんですが、騒音などの外部刺激とかにも弱いんで、残念ながら意識はあるないにしても脳は起きてしまっているという可能性が非常に高いというところなので、夢は彼に見たとしてもそれは絶対覚えてない方が圧倒的にいいです。だから寝て気づいたら朝、この状態がベストです。はい、それから、9位、目覚ましは、スヌーズ、要は繰り返しのアラームをつける方がいいですよということなんですが、これはやっちゃいけないです。これもダメです。はい、これはですね、脳を浅い眠りに戻してしまうので、睡眠の質っていうのをどんどん下げていきます。だから7時に起きる人でも5時半、6時、6時半とかって5回くらい繰り返してアラームかける人がいるんですけど、それは結局目覚めを悪くするんで、結果的に布団の中でうだ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 してしまう時間を伸ばしてしまうということになりますから、ぜひですね、スヌーズではなくて1回一発で目覚めると、まあ、指で2回目をかけとくくらいに留めといていただけたらというふうに思います。パッと目覚める方が絶対に体にも脳にもいいです。それから、第8位ですね、は寝る前にはテレビやスマホを見てリラックスなんて言われるんですけど、まあ、これはもうよくご存知の方もいらっしゃると思います。ブルーライトっていうのを目とかで浴びてしまうと、脳は朝が来た、眩しいって思い込んでしまうんで、8時間以上仮に寝たとしても残念ながら、全然よく眠れない状態になるので、疲れが残ったままになってしまいますから、寝る前のスマホとか、テレビっていうのはぜひ避けていただけたらというふうに思います。それから、第7位は、寝る時間は、いつの時間に寝ようが睡眠の質に影響はないということなんですが、これは×です。はい、寝る時間はぜひ毎日定期的にこの時間に寝るということを決めてやってください。布団とかベッドに入るタイミングっていうのを同じ時間に保たないと、ホルモンバランスですとか、あるいは体温とか、あるいは消化器官、いいですね、消化器官に悪影響を与えてしまうので、まあ、結果的にその健康面に悪影響を与えてしまうというところ、健康面全体に悪影響を与えてしまうというところになるので、寝る時間もぜひ固定して、この時間には寝る、9時なら9時、12時なら12時というふうに決めて寝ていただけたらと思います。それから、第6位、眠れない時はベッドの中でひたすら目を閉じて眠れるまで待つ。
もうダメみたいなんですよね。これ僕やっちゃってるんですよ結構。僕寝つき悪くて最悪2時間3時間くらい寝れないでずっと動めてるっていうこともあったりするんですけど、もしこういう時になった場合は起きたまま布団のやベッドの中で長い時間いるっていうのは寝る場所はここじゃないですよというふうに脳が覚えてしまうらしいんですね。なのでそういう場合には寝れない時っていうのは一度布団やベッドから出て、例えばちょっと違う部屋に行ったりとかして瞑想とかをするっていうのがグッドと。で眠くなってきたなっていうタイミングでまた布団に戻ってそのままスーッて寝るようにするっていうのがまあいいらしいです。はい。なので眠れない時っていうのは長い時間そこでうだうだするのではなくて、まあ、パッと違うことをやってすぐにまた戻るっていうことを繰り返してみて、ください。それから第5位ということで、これは寝る前のアルコールで寝つきが良くなる、よく寝酒なんて言ったりするんですけど、まあ、確かにアルコールを入れることで入眠しやすくはなるらしいんですよ。ところがお酒が入ることによってトイレに起きやすくなったりとか、あるいは睡眠そのものの質っていうのを下げてしまう、要は睡眠浅い睡眠にしてしまうっていうことなので、お酒を飲んで寝るっていうのはこれもよろしくないということです。これ起きた時に一番体調の悪さっていうのを感じる部分になりますから、ぜひ避けていただけたらと思います。まあ、お酒を飲もうとしたら、寝る時間よりもはるかに前に飲み終わってしまう、そういう状態が好ましいです。はい。では、続いて第4位ということなんですが、いびきっていうのは、他人に迷惑をかけるだけで本人には全く関係ないです。これも違いますということですね。確かに隣で寝てる人とかがいびきとか言ってたらもうなんか首絞めてやろうかっていうふうに思うんですけど、首絞めないでくださいね。いびきをかいてる状態っていうのはですね、呼吸がまずできていない状態なので、無呼吸とか睡眠障害が起こっている状態なんですよ。でこれが長引いてしまうと心臓病とかがんとかってあらゆる病気を引き起こしてしまうことになりますから、いびきをかいている人っていうのは首絞めて殺しにかからないでくださいね。はい。そうしなくても自らがちょっとそういう状態になりかけていませんので、むしろ心配してあげるくらいがいいかというふうに思います。まあ横でそれをいびきを聞かされている側からしたらたまったもんではないんですけれども、むしろうるせえなっていうんじゃなくて心配してあげてください。昨日いびきめちゃくちゃかいてたけど大丈夫と。でこれに関してはですね、書いてないんですけど、特に太っている人っていうのが非常に多い傾向になりますんで、ちょっと自分肥満気味だなっていう方は運動とか食事制限とかをしてですね、ぜひ体重をすっきり、体を周りをすっきりしていただけさせていただけたらと思います。それから、いよいよトップ3に入っていきます。第3位は、人間の脳っていうのは短眠、要は短い睡眠に適応していくっていうことなんですが、残念ながら例えばショートスリーパーと言われる、2時間とか3時間の睡眠で1日を乗り越えられるっていう人っていうのはそもそもの遺伝子で決まっているものなので、通常6時間とか8時間とかっていう睡眠をしている人が2時間3時間とかの睡眠に切り替えた途端、怪我をしやすくなったり病気をしやすくなったりとか、あるいは私の知っている方のさらにその友人の人で、どこまで人あのご自身を人体実験されてどこまで睡眠時間を削って、生活していけるのかっていった結果、残念ながら左半身が麻痺をしてしまう結果になったという方もいるくらいなので、ぜひですね、短い睡眠でやっていくっていうのは普通の人にとってはただの害になりますんで、しっかりと8時間前後寝るっていうことを心がけてください。それから第2位ですねは、いつでもどこでも眠りに落ちれるのは、健康な証拠だっていうのも、これも罰ですと。これは単純に睡眠負債と呼ばれる前日の夜に 眠れる時間が短かったりとか、眠りの質が、少なかったがゆえに、眠気が襲ってきているという傾向ですので、ただ単に通常の、寝るべき時に寝れなかったっていうだけの話ですから、これはいつでもどこでも寝れるっていうのは、そもそもの眠りに問題があるというふうに思っていただけたらというふうに思います。なので寝る時間だけにきちんと眠気が襲ってきてふって寝るような状態っていうのを日常から作っていこうというのを心がけてもらうというところですね。はい。そして第1位は、成人なら一晩5時間寝れば十分ということなんですが、これは先ほどの第3位と一緒で短眠に適応していくかといったら残念ながら適応しませんと。でこれに関してはですね、日本人っていうのは
先進国の中でも高く睡眠時間が短い人種なんですね。これはまあ仕事のせいなのか生活スタイルのせいなのか社会のせいなのかっていろいろと言われてますけど、まあ、そもそもその日本人っていうのはなかなかその睡眠に対しての知識レベルとか意識レベルっていうのが相当低いっていうふうには言われたりしてます。そんな中で7時間睡眠の人と5時間睡眠っていう人を比べた時に死亡率っていうのが2倍違うっていうところが言われていますので、5時間睡眠をやられている方は即座に2時間どこかで寝る時間っていうのをしっかりと確保してください。朝起きるのが早い人だったらちょっともっとゆとりを持って寝ていただきたいです。夜寝るのが遅いっていう方はもっと早い時間に寝るということを心がけて、トータル7時間はしっかりと睡眠できる時間っていうのを確保するように心がけてくださいということでした。皆さんが心身ともに健康でいられるためには睡眠っていうのは欠かせない行為になってきますので、ぜひ心がけて今言ったような10個っていうのを避けて、しっかりと睡眠取れるような状態っていうのを、作っていっていただけたらというふうに思います。まあ、そこら辺に関してはスタンフォード一流の睡眠とかっていろんな本が出てますから、そこに関していろいろ解決策載ってますんで、私今回問題提起だけになりましたが、また解決策っていうのはそういった書籍をぜひ読んでいただけたらというふうに思っております。ということで本日の動画また、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。